無限用アサシンクリードブラックフラッグ謎解きパート、試しに一回同じ色同士でやってみようかな。よくわからないから、そもそも何の動物だかわからないんだよな。こういうものはだいたい単純にできているから。じゃあ緑、あ違う、まあいいや、もう一回回せばいい。よし、緑をまず落としましょう。そういえば銃全然使ってないですね。前から銃は使おうって言ってるんですけど。あれ？あれ？いいの？これで。あれ？ここは？はーい。わからないけど、行けたので。あったぞ。登る。なんか、怖い顔が出てきた。それで？それで？え、まだパズルは？まだパズルは解けていないってこと？じゃあ岩が釣り合い重りになってるのかもしれない。岩が釣り合い重りになってるかもしれない。岩が釣り合い重りになってるかもしれない。よし、子供でもできるように設計されているはずだ、そんなに難しくは設計されてないはずだ。手を貸してくれるか。よし。ケンウェイ、岩をよじ登れ。考えがある。はい。さっきからやってますよ。まず同じ色で揃えてみよう。なんで開いたんだろう。お。え？え？なんかいい感じ。マドリョーシカみたいな。そしてまた顔が開くのか。すごい、鬼が急に白くなった。そしてあ何段階あるんだ。賢者だぞ。これが作られたのは数百年前だろう。もっと昔さ。間違いないか。こんな顔してましたよね。目に特徴がある。賢者を追う理由は夫愛か。彼の血をガラスの小瓶に入れていた。おお、こんなやつか。ああ、観測所について聞こうとして。小瓶か、あれはダイヤモンドじゃなくて。そうか、用は済んだな。賢者夫愛だっけ。前見た時結構簡単だった。迷った。あまり話半分に聞いた方がいい。直感に頼った方がいいのだ。さっき見たのは何だったの？ハゼにもぜ。キッド。ワニもいるね。キッド？静か。攻め込まれた？神殿にある像は、ハバナでお前が見た男か。そうだ。ああ、そっくりだった。新たな賢者が見つかったようだ。我々が先に観測所を発見せよ。それで来よ。お前のせいだ、ケンウェイ船長。あの地図のせいでテンプル騎士が迫っている。スペインとイングランドの諜報員にも拠点を知られてしまった。この件は俺に、師匠。奴らはケンウェイの仲間も捕らえた。彼は気にしないかもしれない。えらいことになってきた。敵の注意を引かず、吹き矢。戦闘は最小限でな。また戦闘は最小限なのか。吹き矢は音を立てない効果的な飛び道具で、スリープダートかバーサークダートを使用できる。ダートはよろず矢で補給できるよ。おーい、次はこの矢を使え。早く。装備して、はい。でどこでもいいのかな。静かで効率的だろ。あ、眠る。
眠った。なるほど、君の足が速かったのはそういうことなんだね。そして海賊鍵を忘れない。一応ダートは敵からも手に入るということか。ここの神殿を見たか？バカでかい。いや、あれは良くないな。中は黄金や低いの山かも。キラキラしてる。こっちから回っていこう。なんで金色？あ、味方か、あれは。シュン。俺も海軍にいたが、海賊の方がいいってことに気づいたんだ。あんたってそう思うさ。助けよ。ありがとうせん。捕虜14人もいるの？マジか、仲間がキラキラしてる。全員助けたい。ちょっと仲間を大事に。うわー、来やがってよかった。寝てください。残りの捕虜はそこだ。何人いるんだ敵は。あー、全員ぶちのめせないかな。素で倒してもいいのかな。あー、しっかり蹴らないと。奴隷商人が兵士を買ったんだ、ローレンス・プリンスが。奴隷商人が兵士を買ったんだ。バーサーダート、これは殺してしまうっていうこと。やってみよう。何が起きた。バレてもいいんだ。バーサーダートを使うサブクエもありますね。だから、あ、これはエアアサシンができる。エアアサシンドン。解放しよう。奴隷商人なのか。ここの海賊の一味か。なんで私の仲間が囚われてるんだろう。レアキソン、デテレアッキンサン。まあ、やつらの気が知れない。あれからやろう。届かない。キリスト教徒らしく生きれないやつ。君を眠らせて、ドーン。よし、解放。あとでお礼をしよう。もし生き残れるさ。バーサーダートって何の効果なんだろうね。混乱かな。多分仲間が密集してるところにやると混乱して味方同士でやり合うよっていう感じかな。バレた？戦闘状態じゃないよ。上眠らせたやつがもう起き上がってる。さあ、パンチ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 アウト。上にいるのかな。こんなところによく一体どうなってんだよ。死んじゃった。いかん、届かないや。多すぎる。
アサシンブレード使ってもいい？資金いいみたい。あー、犠牲者が出た。そういうことか、そういうことか。悪いことをした。何も見えない、何も見えない。よし、ちょっと今回スナイパー多すぎる。スナイパーは捕虜にできない。犠牲者出しすぎるとゲームオーバーかな。ここでバーサークを使ってみよう。どうなる？なんかうまくいきましたね。感謝する。今味方を攻撃していた？そんな気がした。バーサーク、いやー、やり便利だな。あまり飛距離はないけど便利便利。上登りたい。バレた。上にはいないんだね。スリーバーサークを使おう。よし、どうなる？あ、やり合ってるね。おお、すごい、2人やってくれた。どっちもだ。さあ、残りの捕虜向こうにいるんだな。ビューポイントもあるし、ビューポイントもついでにやって、は誰もいなくていいや。なんだここ、なんだここ。もしや謎解きポイントに入ってしまったか。まだ早いのかな。ビューポイントはこの真上らしいですね。捕虜あと2人、犠牲者は出てしまったが、うわープカって、こんなひどいことを誰が。上にでも登ってないのかな。さっき上から来なかったっけ。あれ、これは捕虜だ。隠れてる。登れますか。あ、いけるいける。よし、ビューポイントにつけそうだよ。この岩は結構登れるんだね。ぶら下がる、降りる、慎重に慎重に、シンクロで、ここ飛び降りずに後ろの捕虜を助けます。わあ、綺麗。こんなんなってたんだ。よし、一人、二人。あれはなんだ、あれも捕虜？なんだあれ、なんだあれ。見て、クラウンかーい。これはなんだ、京都か、アサシン京都か。上にいる、上にいるの厄介。登っていけそうね。スナイパーは捕虜にできん。死んでもらう。よし、あそこにもいるな。バーサーク使うか。いや、バーサークもったいないな。いや、バーサーク使おう。3人以上いる場合はバーサークが有効だ。
困ったらバサーク。よし、シャキン。実質味方。感謝されても容赦はしない。はい、いけた。よし。誰がいるんだ。あのじいさんはプリンス、オランダ人の奴隷商人なんだが、今はジャマイカで王様気取りだ。あいつは長年のターゲットでね、あともう一歩だったのに。やるか。暗殺者ってのは面白いな。どいつもこいつもしかめっ面だ。賢明船長、お前には非凡な力がある。認められた。だが無礼で傲慢だ。人から奪った服を着て威張り歩いている。許されぬことなどない。それがモットーだろう。ハバナで犯したお前の罪は赦免してやるが、歓迎してるわけではない。やはり人には情がつきまとうものだ。こうなって残念だ。きっとは昔からの仲だから、まだ寛容寛大ではあるな。陽気な仲間だな。ブレードつけてたんだ。仲間のふりをして大義を汚すってわけか。それはなんだ、大義。つまりは暗殺さ。テンプル騎士とその仲間を、奴らは世界を支配しようとしてる。平和と秩序の名のもとにな。デュカスが死に際に言ってたな。だろ。帝国を権力を使って人々を支配したいのさ。やめるってことか。自由を奪ってな。仲間から連絡が来たのか。ああ、見せてやる。それで世界が良くなるんだったらそれもありなんですけどね。わあ、わあ、やりごたえがありますね。ミッション完了。スリープダート足りなかったよ。バーサークダートがかなり便利だったから、思いのほか便利だった。俺たちの心情に共感してないのは知ってるさ。うん。だが金を見れば気が変わるかもしれないぞ。金で動くぞ。もちろん。じゃあ西インド諸島一帯の契約を受けてもらおう。成功したら報酬を払うぞ。No apologies。ケンウェイは現代のこの資本主義経済というか、現代のこのかなり成功しそうな野心を持って、野心と才能を持っていますよね。さてと、じゃあ船に向かおう。仲間を失ってしまったな。すまない、全て助けられなかった。見つかったらその場で射殺されるなんて知らなかったんだ。高速移動、高速移動を使ってすでに訪れた場所へ素早く移動できるようになった。了解。こういうオープンワールドではありがちな機能ですね。すごい便利。でも旅をする、さっきの船旅のようなあれも捨てがたい要素の一つではあるから、どうしようかな。次行けるかな。もうそろそろ時間も時間なので、もうちょいできそうだな。よし、船を出せ。イエーイ。上に行くとどうなる。シュー、なんもない。気をつけないと。これで死んだ過去がある。ジャンプ。何がびっくりマークになってるんだ。この中かな。違うな、ここかな。船長が舵を取ってるぞ。出航する。今びっくりマークは船の横に立ってましたよね。なんだろうな。あ、変わった変わった。よし、ちょっと船を襲いたい。
船を襲いたい欲が敵船。あ、ちょうどいいや、これがちょうどいいや。よし、高性能なレーダーを持ってるな。今のGPS を使ってるんじゃないかっていう、航空写真から特定していそうな。無限だ船長、ナンパ船の積み荷が漂ってる。何船だ。フリック船レベル20。いけるぞ。今の私の性能だったら1対1だったら負けない。とりあえず突っ込んでみますか。ドーンってドーンっていこう。こう最大移動の方がいいかな。よし、これで撃とう。クジラさんもいるね。ドーン。いいね。横はまずい。当てるぞ。それで仕留められる。撃て。一回横から離れて。よし。で。撃て。撃て。損傷を受けた。あ。撃て。いつでも命令してくれ。よし、ガツガツ。よし、結構ダメージ入りますね。全然違うや。危ない。あそこが弱点だ船長。突っ込んでくる。危ない。風を受けるな。ヤードを動かせ。これ結構深いですね。回線もやられた船長。てっきりご両していけば合ってるもんだと、おっ、おったか思っていたけど、そんなに甘くない。よし、乗り込むぞ野郎ども。まず砲台で、砲台でね。引っ張れ。これで安全に船員は失わずに、船員は失わない。決して船員は失わないぞ。ドン。やったか。投降しろ。早いとこ投降しろ。よし、フリゲート戦突破。ありがとう、おめでとう、ありがとう。解体してジャック道具を修理する。剣上の貿易、おお、こんなことできるんだ。損傷はそんなにないので、じゃあこれにしよう。でこれで派遣してどんどんお金を稼いでもらって、お昇格だ。ちっちゃいイベントが面白いな。ということで、目的地に向かいながら、もしかしたらこれファーストジャンプできるんじゃないか。あ、いけそうだね。高速移動できるや。おお、これは便利。船のスピードを上げられない代わりにこれが使えるんだね。ということで、今日はじゃあこの辺で区切りさせていただきたいと思います。多分3パートぐらい連続でやってるんですけど、もう寝ないといけないので、また次回お会いしましょう。それではお疲れ様です。